はいどうもこんばんはじゃなくてこれおはようございますなんですね。いや甘いようでございますよ。じゃあ今ですね今日本日はですね2019年令和元年の12月28日、ただいま5時、朝のですね、午前4時50分かな、もうすぐ5時になるくらいの時間帯だと思うんですけど、いや何をやってるかというとですね、今日はですね週末フリーパスね、近鉄の、週末フリーパスを購入しましたので、それを使おうということで、今いるのはですねこれですね、朝も早くの、ね、全く明かりもついてない、近鉄四日市駅ですね。いつもの近鉄四日市駅なんですけど、全然ね様子は違います。車も全然ないです。当然ね、タクシーも全然止まってませんと言っとったら走ってはいるんですね。まあ週末ですからね。まずはね、第一弾ということでね、これね朝一のね近鉄線に乗ってこうと思ってますよ。始発が5時16分からスタートなんですね。そうです、朝しか見えないですよね。全部普通列車、オールブルーこれ朝ならでは、まあ別にこれを撮りたいから来たわけじゃないですね。朝一のね、これね、休日ですから。5時30分ですね、伊勢中川行きの普通列車ね。これでね、スーッと移動していきたいなと思ってますよ。終夜の、終夜運転のね、案内も出てますね。ちょっと、写真も撮っておきましょう。実はね、このね、朝5時半のね、伊勢中川行き普通列車ね。何や、朝の終電から乗ってね、元々ろうかというあれですけど、まあ、そういうのもあるんですけどね、この列車一つにはちょっと面白い運用があるんですよ。これは通したらいいって聞いてるんで通していきましょうか。よいしょ、おお通れた。こういうふうに刻印が入ってくるんですね。4日1に、で4時59分に入場と。あ、これいいですね5時前に入場したとギリギリ入場ですね。ということで、これね、5時30分発のね、石中行き、普通列車、乗ってこうと思います。で、これから、石中から、本町、急行に変わるというね。この見逃し方も面白いですけどね。ですね、石中場合はこの電車が選択します。つまりね、これがね、一番早く石中場に行けるわけです。途中で抜かれないんですよね。普通ね、大体ね、石中川行きのね、普通列車って言ったら、途中でどんどん退避をするもんなんです。特急がバンバン走りますからね。っていうのもね、まあ、十分珍しいところなんですけど、まあ、始発ならではですよね。この前の、それはね、マスコミ行きもそうなんじゃないですか。ロード電車が。ロード電車がやってきました。そしてね、まあ、時間にも余裕あるんでね、ちょっとね、説明の方していきたいと思いますけどね、まあ、何が珍しいかというとね、まあ、この電車で、ね、運用の仕方が面白いんですよね。多分この電車で合ってると思うんですけど、あのね、世の中にはいろんな変な運用あるじゃないですか。特にね、お隣の名鉄さんが有名ですよね。種別変更したりやら締め切りしたりやらね、いろいろとね行き先変わったりとかねあるんですけどね、これもね近鉄はあんまりそういうのがないって言われる中でですね、実はすっげえ変な運用なんですよね。これ伊勢中川行き急行です、の普通列車でなんですけど、この列車ね伊勢中川にね着かないんですよ。何のこっちゃって絶対に着かないらしいんです。どういうことかというとですね、この列車白塚でね入れ替わるんですよ。どういうことやってね、今までよくわからないと思うんですけど、私もね実はね一回だけね、当たったことがあるだけなんでね、あれですし、実は時刻表みたいな、特にその旨ね、ここでは書いてないんですよね。途中からね、これにね、にょっこり現れるらしいんですけど、これがね、始発からにちょっと車庫がありますよね。実はこの列車、その車庫までしか行かないんですよ。で、車庫のところで、おそらくその列車がもう一度待機しとって、それで、はい、乗り換えて、そこからまたってなるという、一つの列車、ね、普通は、石中川行きってやつなっとったら、もうそのままこの列車が行くじゃないですか。で、ね、増解決するとかっていうのもよくありますよね。4両のうちね、前2両を切り離して最後まで行くのが、そっちまでしか行かないでね、これはもう名鉄でもね、お家芸としてありますけど、何を隠すこの列車3両編成、これが全部行かないんです。この車両3つともね、そう全部ね、始発から止まっちゃうという、ほんまかいなということでね、多分
これね、ちょっとここまで、ね、説明しておいて、ね、違ったら、すっげえ恥ずかしいんですけど、どうもそうね、そういう運用らしいんですよ。なんて言ったらいいんでしょうね、種別変更でも何でもないです。他にないんですよね、こういうの聞かないんですよね。まあなんかね、もしそういう用語があるならね、ぜひ教えていただきたいところなんですが、この電車は30分発の北海道中川駅普通列車です。各駅に停まります。この先途中白塚駅で車両の取り替えを行います。あらかじめご了承ください。途中白塚駅で車両の取り替えを行います。あらかじめご了承ください。それでは始まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。伊勢中川駅に無事着きましたよ。もうね、列車はね、上浜松行き急行にね、標識変わってます。ですけど、これ四日市からそのまま一緒の列車じゃねえか。途中で変わってますからね、あれですけど。それ急行運用に着くんやから当たり前っちゃ当たり前ですけど、これ乗り換えた電車は4両編成なんですよね。これも素敵なもんですよね。そう、ね、こっちの電車の方でね、まとめをしとくと、そう、1、2、3、そう、4両編成に。始発区からね、乗り換えてから4両編成なんですよね。で、あとは、あれですね、広告が結構、通知しているとか、大阪行きの広告になると、多分大阪方面のね、運用に着く、列車ということで、こうなってるんでしょうね。なんでこれを同じ伊勢中川行きの普通列車で運行してるのかは私よく知らないんですけど、ね、事情してる方がいたらぜひコメントでね、教えていただきたいところですけど、まあ、ひとまずね、こっちの、ね、この伊勢中川行きの、ね、5時半発の列車に乗ってみたというのはこれでね、終わらせていただきたいと思います。この後もね、どんどんね、今日はもう、動画撮ってきますんでね、ひとまずこの動画はね、ここで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。